トリケラトプスはサイじゃない。最新研究で分かった衝撃の真実。トリケラトプスと聞くとサイみたいな恐竜というイメージをお持ちの方も多いかもしれません。でも最近の研究ではそのイメージは大きく変わりつつあるのです。まずこの立派な角とフリル、これまで防御用と思われていました。どうやらオス同士が争ったりメスにアピールしたりするための道具でもあったようです。フリルにはたくさんの血管の跡があって、生きていた時には赤や青などカラフルだった可能性もあります。まるで派手な色で僕を見てとアピールしていたのかもしれませんね。そして群れで行動していたという証拠が見つかってきていることです。さらに歯の中に残る成分を調べると季節ごとに移動していた可能性まであるのです。トリケラトプスは核竜の中でも一番最後に現れた種類で、これまでは核竜たちの特徴をギュッと集めた進化の集大成とも言われています。絶滅の直前、北アメリカの大地にティラノサウルスと並んでたくさんのトリケラトプスが暮らしていました。子供の頃に見た絵本のトリケラトプス、あの恐竜は実はとても賢くてたくましく、知れば知るほど魅力的な存在だったんですね。